ライオンハートオンダリク、こんな素敵な出会いがあるんだね。 From E to E with Love、 エリザベスとエドワード、運命に身を任せるように出会いと別れを繰り返す。私たちは何度も出会っている。結ばれることはない。でも離れた瞬間から会う瞬間を待ち続けている。生まれる前も死んだ後も理由なんてわからないわ。でも会いたかったのよ。この印象的なセリフがこの作品の全てを言い表しているような気がする。時間も場所もそれぞれ違う時に出会う男女、こんなストーリーがあるのって思うほどの展開に驚いてしまう。最後は思いもよらないいい終わり方になっている。オンダリクの描く世界に言葉が見つからない。ライオンハート、オンダリク、こんな素敵な出会いがあるんだね。